るわけじゃないよ。忘れられないだけ。強い日差しに目を覚ましても目途に一人だけ。それでいいんだよ。なくなったらそれ OK。 これからさ2人バイトに会いの2人じゃない歩くスピードだって映画の趣味だって似てるじゃない。もらうタイミングもあっという間に恋に落ちこの世界は気づくだけ。じゃあ最後。